まあ、双方とかに行く前にちょっとその手前といいますか、マンハッタンの左側といいますか、まずはグリーンウィッチビレッジまで、あと10分ぐらいで行けるので行ってみたいと思います。ここら辺は、まあ、私もめっちゃ知ってるわけじゃないんだけど、なんかジャズとかこう芸術とかそういう街みたいな言われてて、であのブロードウェイの、1個下のねオフブロードウェイっていう、こう舞台があって、そういうのもここら辺のグリーンウィッチビレッジのところではよく見られるらしい。見えてきたよ、ほら、あれがあれね、教会に見えるでしょう。実は図書館なんだよ。めっちゃかっこいい図書館。グリーンウィッチビレッジの、ところでね、ちょっとこう歩いていくとワシントンスクエアパークがね、出てきます。ちょうどね NYU の大学もここのすぐここにあるんだよね。おー、人が少ない。でもなんか落ち着いてるね、雰囲気は変わんないよ。ただ単に人が少ないっていうぐらいかも。でした。はい、本当にこのコロナでね、こうみんながどんよりしてる中で、ああやってさ、こうなんだろう、アートというかこうポジティブなバイブをこう持ってきてくれることがもういいよね、本当に。でもあれもね、 Thank you for the positiveness って言って、ちょっとこうあのチップを入れたんだけど、そしたら Thank you for listening ってこう言ってくれて、そのシーン撮ればよかった、本当撮れなかった。もうただ単に聞いてほしいだけなんだよね。で、私が前ね地下鉄乗ってても思ったんだけど、その人が急にね地下鉄の中でこうダンスモブ的な感じでダンスを始めて、でそれでこうハットあるじゃん、黒のハットで、でチップをみんながこう入れて、で最終的にはそのチップをこうそこにいたホームレスの女の人にこう全部渡してみんな降りてた。かっけーって思って、生粋のアーティストかよみたいな。そういう人たちが この街にはすごいいっぱいいるから、いやー、コロナでねそういうのもうないかなと思ってたけど、出会えてよかった。東方のエリアに来ました。もう歩いて結構すぐのところなんだけど、もうここはね、なんと言ってもですが、もうずらーっともうショッピング街で、ここにユニクロも出てるけど、じゃじゃん、アーチや。というわけで、まあちょっとね、そろそろ暗くなってきたし、ずっとパスタが食べたいっていう気分だから、そこに行きたいと思います。撮影のためと言いながら、双方に来るとなんかいろんなお店に入ってしまいたくなるから、いかん。ニューヨーク行った時ね、住んでた時はそこまでめちゃくちゃレストランに行かなかったんだよね。そう、もっと行けばよかったなとか思いつつ、私は本当に全然チキンオーバーライスがもう今でも神だと思ってるから、もう好きなものが1個あるともうずっと食べるタイプ。そう、
けど、こうやって久しぶりに来ると、まあ、今までトライしなかったものをしようとか、ね、思えるし、でこうやって来て、でまたあの LA に戻るじゃん。でその時にじゃあ、ね、LA もめっちゃあるからね。だから、ね、LA 戻った時にはその LA でこういろんなものトライしようとかっていう風にこう思えるので、いやいいね。あれどこだ、いやあそこじゃん、めっちゃ通り過ぎちゃった。いい感じのお店です。ピザも有名だけどパスタが食べたいからパスタにしようかな。エッグプラント美味しそう、パルメザンチーズとエッグプラント美味しそうじゃない。サラダ来たけどでかっ。 Looks great! アルギュラサラダです。アルギュラサラダめっちゃでかい、見て顔のサイズ。まあでもあれだったら栄養不足だった、栄養不足っていうかあの野菜不足やったからいい機会ですね。いい機会、チーズもいっぱい乗ってて、じゃあ食べましょう。私サラダの中で一番アルギュラが好き。うん、すんごっ。うん、いや本当にお尻抜きでめっちゃ美味しい。チーズが入っているのかクリーミーな感じもするけど、多分しっとりフーダーみたいになってない私。いやフーダーにしては語彙力足りないよね。Thank you. Thank you. ボケてた。見て。湯気出てるの分かる。じゃじゃん。美味しそう。やばいやばいやばい。うまそう。イカと貝とでエビとエグ。私のこのすべてが、私の大好きなすべてが詰まってる気がする。シーフードパスタでこう自分のこのベストシーフードパスタっていうのがなかなかね今までなかったの。そうだけどここはその臭みもないプラスちゃんと味のこの旨味がね全部にね、ちょっと待って、このパスタだけを食べた時にもこのシーフードの旨味とシーフードとこのトマトソースとこのねちょっとピリ辛っとしたところのバジルのこのね香りみたいなのが全部ってつだから、このパスタを一口食べた時になんか口の中にそのシーフードを全て含んだかのような、うまっ。そらこれあれだわ、みんなベストって言うよこれは。さ、私のこのニューヨーク出張最高じゃない？だって人生のトップが更新される。でもニューヨークってそういう街かもね。
なんか今まで出会ったことのない食べ物だけじゃなくって、ホテルも私今回人生で一番好きなホテル、ドタイプなホテルに出会ったし、なんかそれがこう更新されていく感じ。ニューヨークは人もそうじゃん、いろんな新しい人に出会ったりで、また違う感覚に触れたりとか、なんか全てができる街なんだなっていうのは今このパスタを食べて思ったね。Yay, here you are! Hey guys, this is Richie from Movie Rosa, and this is Noe. This is my primo, Noe. And we just wanted to send a big shout out to the BX. Yay! And thank you for coming by to Movie Rosa. We're in Little Italy. We're right at the north. It's a beautiful scene. We've been open for over 10 years now. Oh my God. The owners, Maria and AJ, they come from the Joe's and Patsy's in Staten Island. Mm. So that's a world famous pizzeria in Staten Island. So we have it here in Nolita. And yeah, I'm glad you enjoyed the food, y'all. Yeah. Shout out to everybody at Movie Rosa. Thanks for in the video. Cheers and shout out to Japan and shout out to you, huh? みんな一緒に乗ってくれるもん、イエーイみたいな感じで。あー美味しかった。なんかね、美味しすぎるからかな、お腹絶対いっぱいなんだけど、なんていうの、足りない、よく足りないっていう、このなんかね、感覚がゼロ。なんかもう全て満足、本当にこう全てのこの感覚とこの神経にもう満足だよ、人生で最高のパスタとサラダをあなたは食べてましたよみたいな感じの信号が送られてるから、ポストカードにこうやってごめんこれつけちゃって手についてごめんね、こういうところ私はあれなんですけど、今回は45ドル55セントでした。パスタだけだと26ドル、かなりリーズナブルだと思う。この美味しさとこの雰囲気とこのニューヨークの値段とか全部合わせて、あとレビュー数とかさ全部合わせてかなりお得だと思う。美味しかったということで、もうよき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 ディナーでした。はい、うまかったー美味しかった。もうこれで帰ってゆっくり、あ違う、私今日オフィス片付けに今から行くんだ。めっちゃ今忘れかけてたよ、大事なことを忘れかけてました私。どうしよう、歩いて帰るか、まあ、でもせっかく歩いたし食べたし、また歩いて帰ろうかしら。寒い、ちょっと手袋ないとやってられない、カメラをホールにできない、寒い、ちょっと待って。もう美味しいご飯をいただいていい時間を過ごせましたので、オフィスに戻って最後の、一片付けだけあるからそれだけして、で、今日は夜帰ってぐっすり寝ようかなと思います。まだちょっとホテル着いたら撮るね、気が向いたら。ではアディオス。